サマルカンド州は、ウズベキスタンの地方行政区画。ウズベキスタン中央部のザラフシャン川流域に位置し、ナボイ州、ジザフ州、カシカダリア州のほか、タジキスタンに隣接する。サマルカンド州は14の地区に分けられる。州都のサマルカンドのほか、主要都市としてブルングル、ジュマ、イシテハン、カッタクルマン、ウルグト、アクタ州がある。気候は、 典型的な大陸性気候である。主要な農業生産物は、綿花、穀物、ワイン、養蚕である。大理石、花崗岩、石灰岩、崩壊石、チョークといった建築資材を産出する。工業部門では、金属加工、食品加工、繊維、養業が盛んである。州内の鉄道の総延長は四百キロメートル、舗装道路の総延長は四千百キロメートルに、 達する。サマルカンドは首都タシュケントに次いで国内2番目の経済的、文化的中心都市であり、ウズベキスタン共和国科学アカデミーの考古学研究所も置かれている。サマルカンドはユネスコの世界遺産にも登録されており、重要な観光資源となっている。サマルカンド州の地方行政区画、ありがとうございます。